実は僕、朝日新聞がですね、最初のインターネットサイト、朝日ドットコムを立ち上げるときに、西海岸にサーバーを置いたためにですね、何度か出張することがありました。で、幸いなことに、春に3ヶ月ほど行っていたことが続いたんですね。ですごく幸せだった。全くありませんでしたか、症状が。当然そうですね。杉がないになかったので。で、その仕事を終えて、新聞記者に戻りまして、で春、もう花粉で苦しんだ時、春にですね、まだ西海岸にちょっと2週間ぐらい、取材、海外出張取材ですね、行くので、もう喜んで行ったんですね。さすがになんか、3年目なのかな、4年目なのかな、何か別の植物の 影響か、その年はもう ダメでした。ダメで、もう、で、薬持っててないんですよ、その年は。安心、慢心して、もうならないと。もう大変でしたね。アカシアかなんかだとか言われたんですけども、向こうで、ヘイフィーバー、とかっていう、花粉症に類する、なんかな、花粉熱というのかな、なんですけれども、いや、あれには参りましたね。いろいろ感受性があるってことですね。いや、でも今日本当にいろいろな方法がある中でも舌下というものが一般にもいよいよ、アレルギー、夜間学校ずっとやってそうて、でこすの話ね、何度も出何ま度しも言いて、ましたね。期待度はすごく高いですね。ただ、今日の先生のそのグラフからいくと、よかったっていう QOL の変化の場合もあるし、ちょっとねって感じる患者さんの方もいらっしゃるかもしれないなっ人てい差う。がありそうですよね。ただ初めて写真でああいうふうにこう入れて、こう2分間でしたっけ、ここにちゃんとやらなきゃダメなんだっていうか、飲んじゃダメなんだっていうのとか、いろいろこう方法が詳しく分かりましたね。あと何でしょうね、私が一番ちょっとと思ったのが、樹齢30年で飛散能力が高い杉が2030年から2050年に増えるっていうので、ここからさらにもっともっとすごいひどい花粉症になってしで、まう地人球も。温暖化なので、暑い夏増えますからね。これも大変いでやすね。ー、本当大久保先生に頑張ってもらって、何かもっといっぱい他にもね。本当に1年のうち3ヶ月休職して沖縄行きたいですね。本当ですね。この2030年から2050年って結構先ですよね、今。いや、もう僕年上ですから。そうですか。いや、でも今日は本当に勉強になりましたし、私は山梨出身で一番花粉症の方が多いということですよね。それも驚きましたし。あと食物でよく言われているヨーグルトですとかお茶ですとか、それぞれどうしてそういうふうに言われているのかっていうことも分かりましたし、対症療法として使っているものもあれば、乳酸菌のように特定のものは、菌が影響しているとか。今日先生おっしゃってましたが、乳酸菌何種類もあるので、ヨーグルト系かな、商品名は言いませんでしたが、いくつあるんでかあしょるんでしょうね。ちょっとこっそり聞きたいですけどね。いろいろもっとお伺いしたいことたくさんありましたけれども。もう本当に年の瀬の夜間学校でした。今月は、このシリーズも含めてですね、毎週 あおり疲ましれたが、様ちょっでした。と疲れました。これで12月というか2012年最後の夜間学校ということで、締めくくりをアピタル編集長の平子さん、よろしくお願いします。ちょうど12月、アピタルサイトがリニューアルしました。そのサイトのオープン記念が前半の2回、12月前半の2回やりまして、レギュラーのがんとこのアレルギーで、ちょうど、これ2013年花粉飛散で、わざわざ年を入れたのはですね、来年アーカイブを開けた時に来年のとかってあるとちょっとおかしいかなっていうことで、わざわざなるほど。数字が入ってるんですけれども、ここにちょうど今年の話が入ってますので、皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。アレルギー夜間学校は、
来年1月23日第4水曜日午後9時です。よろしくお願いします。